はい、こんにちは。一枚板屋さんを開業したい船地です。今回この空き地なんですけど、海沿いの少し小高い山のところに、土地を借りることができました。で、まだちょっと大きい丸太とか持ってないので、こういうもう腐れかけのこれ一応松なんですけど、真っ黒になんかナメクジが住んでるようなやつを製材してどんな木目が取れるか見てみたいと思います。ちなみに撮影している場所はこんな感じですね。この向こう側は海で、すごいいい場所です。で、近くに民家もないので、安心して製材できるって感じですね。ではちょっとセッティングしていきましょう。やっぱ 50cc すげえ。そしてすごいやっぱ木目が綺麗ですね。こんな感じで、もう天面が取れたのでどんどん引いていきます。チェーンが緩んじゃったんで結構なみなみになっちゃいましたね。ちょっとチェーンを締め直します。
い、ちゅうわけで、まあ今回は、うおなんかすごい面白い木目が取れたすごいな、まあ、こういうのがあるからこうやって製材ってやめらんないですね。あーいいね、うんうん、なかなかいいんじゃないですか。今回ちょっと反省点っていうか、何なんだろうな、多分チェーンが新しいっていうこともあってか、すごい初めてこんな段々ができました。もしかしたら新しいチェーンでやると最初こんぐらい段々ができるのかもしれないです。それにしても段々がひどいんで、まあ、ちょっと丸太に対して 50cc だったんで、ハイパワーでガーって切り進めたせいもあるかもしれないですね。最後の方とかはちょっと綺麗になってるんで、これちょっと勉強かな。まあもう一個丸太持ってきてるんで、ちょっとそっちで勉強してみたいと思います。現場も暗くなってきたんで、まあ、今日はこの辺にしとこうかなと思います。これ相当なみなみができるんすよね。これはリッピングチェーンを買わなきゃいけないのかな。ちょっとフラットに引けてるんですけど、この波々は結構すごいな。まあしょうがないものなのかもしれない、まあ板が、まあ、こんなにいっぱい取れました。まあ、この 50cc のハイガーのチェーンソーはもう問題なく使えるレベルですよ。これはお気に入りです。
わけで今日はこれぐらいの、板が取れましたね。ま、超フラットです。しっかり乾燥してもらったらもっと綺麗になると思います。いやーきついっすね。まあでもこれぐらいの、まあ段々ならこれある程度研いでるうちに弱くなるとは思います。なんと言ってもこのハイガーの 52cc いいっすね。こういうこのぐらいのサイズもうちょっと大きくてもいけると思います。ちょっとこのピッチとかを調べて90センチのバーとかつけれるようにちょっと工夫してみたいと思います。いやー頑張りましたね。頑張ったというか結構楽しいです。めっちゃ楽しいです。このチェーンソーを見るとこの 50cc の組み合わせ素晴らしいと思います。これ1万8000円か。1万8000円でこの品質はやばいっすね。めっちゃいいと思います。これでガンガンこう板引いて、まあまな板とかいろいろガンガン作って稼いで、まあスチールとか高いやつ買ったらいいんじゃないかなと思います。帰ってコーヒーでも飲みましょうかね。じゃあ今日はまあそんな感じで板が取れたんでよかったです。お疲れ様でした。